7月18日水曜日夜10時を回りました。音読み散歩ナビゲーターのガクです。今日はですね、初めにこの度の西日本豪雨で被害に遭われた方、そして被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。本当にですね、暑い日が続いて復興もままならないと思いますけれども、まずはお体にお気をつけいただいてですね、一日でも早い復興を願っておりますし、皆さんの笑顔がね、戻ってくることをお祈りしております。はい、本当にね、今暑いという話をですねしましたけれども、今日もですね40度なんていう、岐阜の方ではね40度を超える5年ぶりっていうことですけれども、気温が発表されてですね、まあ僕らがですね子供の頃は本当に猛暑日なんていう言葉はねなかったんじゃないかなって記憶をしてるんですよ。で、熱帯夜もそんなにね続いてるようなっていうことも、夕方になれば、時折ねこうわっとこう夕立が降って、またパッと晴れてね、その時にはこう蒸し暑いというよりはなんか涼しいなっていうイメージも持ったりして、でこう夕立がない時でもこう日が陰るとなんかさーっとこう涼しい風が吹いてきて、なんかね山の方では降ったのかもしれないね、風が涼しいねなんていう会話がねこうなされてた感じがします。本当に窓をちょっと開けてね、扇風機でも回せば本当に御の字だったなーなんていう気はしますし、もううちは一枚あればこう涼しい風をこう得られた感じがします。で、風鈴の音なんかもそういう涼しいっていう気持ちをねこう感じさせてくれる音だったりもしました。本当に被災された方々には本当大変だと思いますけれども、一日も早い復興を祈っております。今日も、これからね30分間のんびりとちょっといろんな思いもありますので、お話を聞いていただければなと思います。お布団の中とかなんかお酒でもコーヒーでも飲みながらのんびりと聞いてください。それでは CM です。はい、改めましてこんばんは、ガクです。今日はですねちょっとこう、思うこともありまして、少し皆さんにも聞いていただければなと思ったりしているんですけれども、今日のですね、午後3時ぐらいに発表になったんでしょうか、劇団四季の創設者である浅利慶太先生が亡くなられました。皆さんね、浅利慶太さんと言ってしまうかもしれませんが、僕は劇団四季、この世界にね、スタートするときに劇団四季に身を置いていましたけれども、本当に誇りに思っております。先ほど言いましたけどね、この世界のスタートするのに劇団四季に身を置いて、多くのことをね本当に勉強させてもらいましたし、素敵な方にもたくさんたくさんお会いすることができました。本当にもう今もこの世界にね留まっていられるのはね、四季に身を置いたからじゃないかなと、思っております。もう、他には考えられないかなと思ってますね。スタッフとしていろんなねミュージカルとかストレートプレイとかに関わらせていただきました。僕がすごく長くやった演目っていうのがありましてね、コーラスラインという演目と、それからリコーランという演目、いろんなところに行きました。日本全国、それからリコーランではね中国の方にもツアーでね行かせていただいたこともあって、
ものすごく貴重な経験をさせていただきました。まあ、あえてね、先生と呼ばせていただきますけどもね、本当にあさり先生にね、叱られて、褒められて、まあ、ほとんどね、ないかったですね。褒められてることなんてほとんどなくて、もう、怒鳴られることばっかりでしたけれども、その一つ一つがね、今考えれば、最高の宝物になってますし、感謝してもね、しきれないなって思っております。本当にね、心からご冥福をお祈りしたいと思います。本当はね、そういうミュージカルの曲とかも限られればいいんですけど、まあ、ちょっといろいろありますので、あれなんですが。なかなかミュージカルっていうのが日本に根付かない状態の中でね、キャッツだったり、オペラ座の怪人だったり、まあ、その前ですね、先ほど言ったコーラスラインとか、ウエストサイドストーリーだとか、そういうブロードウェイのミュージカルを日本に持ってきて、本当に日本にミュージカルの文化をこう根付かせたって言っても本当に過言ではないと思います。で、確かに怖かったですけれど、先生がね、稽古場に入るときには本当にピリッとしますし、スタッフもピリッとピリピリして何を言われるのかな、本当に怖いことだったんです。でもそれがひとたび、舞台が出来上がって、舞台とスタッフの間でお客さんがね、1000人1500人というお客さんがいらっしゃって、そのお客様方が涙して笑って心から拍手をしてっていう姿を目の当たりにすると、スタッフであるね、僕たちも本当にそのことはその時点で感激でしたね。初日が開くっていうのは本当に素晴らしいことだなと今でも思ってます。そして千秋楽を迎えるときには本当に無事に終わってよかったなって思いますね。いろんなね、ミスとかトラブルなんかもあったりするんですけども、それも踏まえて千秋楽を迎えられるっていうのがとても素晴らしいことだったなと思います。怖いだけじゃなくてね、とっても優しいところもあったり、とっても役者やスタッフみんなに気を配ってくれる、ものすごく素敵な方でした。本当にありがとうございましたっていうふうにもう伝えることはできないんですけども、心からそういうふうに思っております。それではちょっと僕の曲で、本当に申し訳ないというか、拙くて申し訳ないんですが、人と人とのつながりをね、書いた歌です。聴いてください。楽で糸。思い出
ないで手を伸ばし抱きしめてくれたね。もう今ではガクで糸聞いていただきました。それでは CM です。ちょっと暑さという話にまたちょっと戻っちゃいますけど、オープニングで、夕立がねちょっとバーって降ったら、ああ少し涼しくなったねなんていうことを昔は言っていたなんていう話をしましたが、今回のあの西日本の豪雨ですか、こう甚大な被害が出たあの雨ですけれども、確かに天災ではあるんですけど、なんかいろんなことで予見もできたんじゃないかななんて思ったりすることもあって、本当に天災っていうだけで片付けていいのだろうかっていうふうにも思ったりもします。あの橋だったり、道路だったりすると、なんか少し人災っていうことも考えられるのかななんていうふうに思ったりもしますね。そこまでじゃないですけど、東京にもゲリラ雷雨、なんかこのところちょっとあまり感じませんが、あった時とかにはうちの近くでもマンホールが浮いてたりとかします。車が通るのに本当にタイヤの半分ぐらいまで、半分近くまで水が上がっちゃってたりすることがあります。まだ大丈夫だろう、まだ大丈夫だろうって思うことが危険だっていうのは分かっていても、なかなか
それが自分の中でこう、なんていうんですかね、その先に行ってしまうというか、ダメかもしれないと思ったら避難をするっていうのはよく言われていることですけど、なかなかねできないですよね。それでも、何かしらの声かけができたら、なんか声かけをしたことで助かった命もあるみたいですので、これからね先こういうこともあるかもしれません。皆さんいろんな方に声をかけ合って避難をすることをしていただきたいなと思ってます。それと今ね、今度はもう今猛烈な暑さで、家の塀の高さぐらいまで土砂が来て、それが固まってっていうような話も聞きます。人の手ではねなかなかどうにもならないことみたいですけれども、こちらから本当に何言ってんだお前そんな遠くで何を言ってんだって言われるかもしれませんが、できるだけ体の方をまず大事にしていただきたいなと思っております。今日もね本当に先ほどちょっと言いました、岐阜の方では40度を超えたり、で明日もものすごい暑さになるということです。西日本中部から西日本にかけて、から那須塩原の方ではね1時間に110ミリの雨なんていうのも降ったっていうあのニュースもあります。雨とかなんかこうふわーっとこう急に暗くなって冷たい風が来たら、とにかく高いじゃない、あの頑丈な建物に逃げてくださいっていうふうに言ってます。そんなこと僕がね言うことでもなく、皆さんもニュースで聞かれていると思いますので、さあちょっとこう楽しい話題ではないですけど、ワールドカップも終わりましてね、まあ、ツアーものども夢の後なんていう感じですけど、あの日本も頑張って、あのベルギー戦ですか、皆さん多分後半の頭ぐらいまではよし勝ったと思ったんではないでしょうか。やっぱね、あれは油断じゃないのかもしれないですけど、いろんなちょっとした隙っていうのはありますね。でその後ベルギーがねまたブラジルにも勝ったりして、いやいや、そのあとベルギーを応援しようって多分日本人の結構多くの方がいたと思うんですけど、残念ながら、準決勝で敗れちゃって、でもそれでもね3位ですからね、素晴らしいと思います。テニスではね、あの錦織君がベスト8ですか。スポーツとかでね、こう世界で戦っている人たちがいます。日本に住んでる僕らなんかはとても勇気をもらうことも多いですし、特にね先ほど言った被災者の方なんかはそういう明るいニュースがとても心強いのかなと思ったりするのでね、もっともっとこう元気になっていただければいいなと思います。それでは一曲を聴いてください。楽で I promise。ここまで来た
猫をいつまでも一緒にいようと言えたのに、約束するよいつも君のこと曲でアイプロミス聴いていただきました。それでは CM です。はい、今日もですね30分、ゆっくり話してきました。今日はですねちょっと僕の思いもいろんなお話しさせていただきました。浅利啓太先生のお話、ミュージカルのお話、そしてね、今本当にもう大変な被害に遭われている西日本豪雨でのね被災者の方を思う気持ち、そんなお話しさせていただきました。さて最後にですねちょっと面白い話をちょっと見つけたので、お聞きいただきたいというか皆さんにお話ししようかなと思うんですけど、電車で赤ちゃんと目が合うと思わずニコって微笑みかけたくなっちゃいますよね。それぐらいならまだしもついつい変顔しちゃうことってありませんかっていうことなんですよ。どうですか皆さん、ありませんか。
お母さんがね、こう赤ちゃん抱いているとこう大体肩のところにあって顔がこっちを向いてたりして、なんかうんとかなんかこうしちゃったりするんですけど、それがですね、実はこう漫画になっているのをこう見つけちゃいましてね、そういうことをずっと自分がお母さんになるまでそういうことをやってましたっていう方なんですけど、でも自分が母親になってみて赤ちゃんを抱いて思ったこと、母親になって思ったこと、一番はその変顔とかしてる顔は全部気づいてしまうということらしいです。なんかね、ものすごく気づくらしいです。なので自分はやめよう、これからやめようと思ったそうです。でもそれでね、それに対するいろんなコメントがあって、わ、むちゃくちゃ恥ずかしかったわっていうのと、いやいや絶対にもうそれはやめないっていうのとあるそうです。皆さんはさあどっちでしょうか。こんなようなね、面白いネタとかありましたら、ぜひぜひ番組の方までメールいただければいいなと思っております。メールアドレスは wallop@gaku-smile.net wallop@gaku-smile.net こちらまで、どんどんお送りください。さあ、まだ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 暑い日が続きます。寝苦しいとは思いますけれどもね、ちょっとちゃんと寝てる時の熱中症もあるみたいですから、気をつけて冷房などをかけて、寝ていただければいいなと思います。今日は最後まで聞いていただきましてありがとうございました。それではおやすみなさい。ガクでした。そう。